テモテへの第一の手紙第一章。私たちの救い主なる神と私たちの望みであるキリストイエスとの任命によるキリストイエスの使徒パウロから信仰による私の真実な子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安とがあなたにあるように。私がマケドニアに向かって出発する際頼んでおいたように、あなたはエペソに留まっていて、ある人々に違った教えを説くことをせず、作り話や果てしのない系図などに気を取られることもないように命じなさい。そのようなことは信仰による神の務めを果たすものではなく、むしろ論議を引き起こさせるだけのものである。私のこの命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としている。ある人々はこれらのものからそれて空論に走り、律法の教師たることを志していながら、自分の言っていることも主張していることもわからないでいる。私たちが知っている通り、律法なるものは法に従って用いるなら良いものである。すなわち律法は正しい人のために定められたのではなく、不法なものと法に服さないもの、不信心なものと罪あるもの、神聖を汚すものと俗悪なもの、父を殺すものと母を殺すもの、人を殺すもの、不貧困なもの、難色をするもの、誘拐するもの、偽るもの、偽り誓うもの、その他健全な教えに基づくことがあれば、そのために定められていることを認むべきである。これは祝福に満ちた神の栄光の福音が示すところであって、私はこの福音を委ねられているのである。私は自分を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝する。主は私を忠実なものと見て、この務めに任じてくださったのである。私は以前には神をそしる者、迫害する者、不尊なものであった。しかし私はこれらのことを信仰がなかった時、無知なためにしたのだから憐れみを被ったのである。その上、私たちの主の恵みがキリストイエスにある信仰と愛とに伴い、ますます増し加わってきた。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。しかし私が憐れみを被ったのは、キリストイエスがまず私に対して限りない寛容を示し、そして私が今後彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。世々の支配者、不朽にして見えざる唯一の神に、世々限りなく誉れと栄光とがあるように。アーメン。私の子テモテよ、以前あなたに対してなされた数々の予言の言葉に従ってこの命令を与える。あなたはこれらの言葉に励まされて、信仰と正しい良心等を保ちながら立派に戦い抜きなさい。ある人々は正しい良心を捨てたため、信仰の破線にあった。その中にヒメナオとアレキサンデルトがいる。私は神を汚さないことを学ばせるため、この二人をサタンの手に渡したのである。